秋の高野山の町高野町は和歌山県北東部の町。高野山新言州の聖地高野山を中心とする町で貴重な文化財、建造物、名所が数多く存在する。2004年には紀伊産地の霊場と山景道として世界遺産に登録され、日本のみならず世界中から多くの観光客が訪れている。森林セラピー基地に認定されている。 そのうち一人が女性で、議員の10%が女性。会派厚生公の山の中心街、高野町内の郵便番号は、以下の通り、高野山大学高野山駅高野山地区を中心と、する路線網と、吹地区のバスに分けられる。道路網の分断もあり、吹地区と高野山地区を直接結ぶ路線は、過去においても開設されなかった。一方、林県である。 奈良県の瀬川村との間のバスは、高野山と縦利工人車とのつながりもあり、本数こそ少ないながらも古くからいくつか存在している。高野山地区町内のバス路線はほぼ、高野山内から周辺地区へと出ている。高野山駅前をターミナルとするのは、南海林間、バスのみで、他のバスは高野山駅まで乗り入れず、山内中心部の千住院協定流上、 高野山停留所として、四終着地点としている。吹地区高野山内を中心とする道路網が敷かれているが、山内市街地を過ぎると境愛区間が多い。山外との出入りは、公共交通のほか、高野山道路や高野流人スカイラインを主とする。特に前者は、福音1.5車線のエリアも多くの高速バスが通行するため、拡幅工事が行われている。なお、 旧吹村の地域と高野山地区との間の道路網は貧弱であり、吹地区の住民は県道732号線を経由し、奈良県五条市に出入りするものが多く、従って歴史的に奈良県とのつながりが深い。国道県道町道。ありがとうございます。